第二の宮金融宮を守るのはセイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイントアルデバランだった。アルデバランの前には流星剣が効かないばかりか騎士竜たちも倒されてしまう。実力の違いを見せつけるかのように悠然と腕を組んだままのアルデバランはただ一人残る聖夜にとどめを刺すべく必殺技を放つのであった。勝手にこの金牛宮を通り抜けることは許さん。このお牛座タウラスのアルデバラン、これで終わりだ。言ったはずだ、この金牛宮は通さんと。どうなっているんだ。奴は構えてもいないっていうのに、なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野球だ。うぬぼれるな。ブロンズセイントごときに構えなど必要もあるまい。さあとどめだ聖夜、もう一度喰らえ、グレートホーン。ゴールドセイントとの力の差がここまでかけ離れていると、せめて一死でも報いたい。でもどうやれば。剣を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後その効力を失う、いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。剣を抜かせる。さてついでにあのブロンズセイントどものとどめでも刺すとするか。な、なんだこのコスモは。聖夜、お前まだ。クレートホーンを封じるためにはお前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。ふん、それが分かったからどうだというの。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣などを抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。聖夜、奴が腕を組んでるのが見えるかい。アルデバランが腕を組んでいる間は防御力が上昇する。だからいくら攻撃しても無駄打ちに終わるのさ。じゃあ一体どうすれば。アルデバランの剣が鞘に収まる瞬間に攻撃するんだよ。でもどうやって。セブンセンシズよ。まだまだ。セブンセンシズ。よし、セブンセンシズに目覚める。セブンセンシズもらった。何、流星が変化した。まさか、まさかこれはビッグボン。ビッグバンを起こすとは。まさか聖夜はコスモの事務局セブン戦士に目覚め始めたというのか。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。グレートホーン。生意気な。まだまだ。俺のこの黄金の角をへし折る。もしそんな奇跡的なことができたら俺はあっさり。行くぞ。せいや、私がお前に教えてあげられることはもうほとんど。でもお前は本当のセブンセンシズをまだ知らない。やつの攻撃を受ける瞬間にガードボタンを押してもらう。お前の思い通りにはさせん。勝機が見えてきたぜアルデバラン。何、いつまでもここでのんびりしてるわけにはいかないんだ。ブロンズのくせに生意気な。聖夜のコスモは大きく傷つき倒されながらも成長しているというのだ。まだまだ。もしこのまま成長するゴールドセイント12人を成し遂げる。行くぞ。高速の動きを待った。
ソードセイントの攻撃を避けるもうお前のグレートホーンは通じないのさ。何グレートホーンの威力を止めただと。本当にグレートホーンを弾き返すと。聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだアルデバラン。約束通り何言うのもらった。どうだアルデバラン、約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだせよ。え、俺が構える余裕さえ奪い、このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいいせよ。この金牛球は通してやる。だがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。